結局、まあ、私たちがこう丁寧に勤めてこれなかったっていうせいもあるかもしれないですけど、初盆の方のお参りとか特に分けてやれないんですよ、うん、あですから、あのもうみんなひとまとめというと変ですけども、うん、うん、なるほど。まあなんか本当いろいろ違いが見えて面白いなと思いますけれども、あの先生他に何かこうあります？話し足りなかったこと。あります。足りないこと。はい、どうぞ。あのいや、あのなんか単素朴なところからですね、なんかいろいろ考えることはあるんですけど、例えばね、その開教師私たちあので通称は先生って呼び合うじゃないですか。はいはい。で、まあ、日本から来た時に初めすごく違和感があって、うん、で日本では僧侶は浄土真宗の僧侶がお互いを先生って呼び合うことはあまりないような気がするんですけど、うんうんうん、その辺ってどうですか？慣れましたもん。慣れました、うんうん、あれだからどうなのかなっていうのが、そのもちろん先に生まれたものというようなあのリテラルな解釈でいけば、まあ、それでもいいんですけど、うん、こう日本あえて先生って呼ばない日本の良さっていうのはあると思うんですよ。うん、で、まあそれは非常に根本的なことなんですけどね。うん、あの僧侶の立ち位置っていうか、どういうふうに、ね、うん、あの呼んでもらうかっていうことも、あの他の方との関係性ですか、まあ、日本だとやれご縁さんとか、うん、ああいう親しみというか、で先生というのも非常に こんなに堅苦しいあれじゃないんですけども、はいはい、ね、うん、相性みたいなもんですよね。そうです ね, ね、ですから私もそういう感じで先生って呼んでくださってるんですけども、うん、でも一歩間違うとなんかちょっと自分の方がなんか教えてやるみたいな、うん、立場になっているのかなっていう。そうですね、まあ音頭坊音頭行って言いながらというか、うん、そうですね、うん、まあ先生、そうですね、先生ですね。でもなんか個人的には英語だったらあのレバレンっていうふうにタイトルがよく、うん、はい、あのつくんですけど、個人的にはまあ日本人だからかもしれないけど、それよりは先生の方がいいなと思って。そうですね。うん。レバレンス、なんか、そっちの方がなんか、かゆくなってきそうな。そうですね、うん。ブラジルでも使うんですよ。あ、そうですか。同じって、レームはね。ああ、ただまあ、やっぱりちょっと堅苦しくなりますね。うん。あの、だから、うん、まあ、そんなことも、まあ、非常にこ、ね、基本的なことなんですけども、どうだったかなって、こんだけ、やっぱ海外の生活が長くなると、もう日本の浄土真宗の伝統を忘れてしまうんですよね。そうですね。それで、どうだったかなってことをなんか思ったりすることあって、うん先生ということもその一つだったんですけども。あ、うん、で、まあ、その、今日せっかくだから、その、クソキタだと、そのお寺のご出身で、はい、で、僕はお寺の出身じゃないんですよね。はい、そうすると、意外とその、浄土真宗のお寺の文化っていうのをそれほどこう、まあそこに育ってないんで、もともと知らない面もあるし、うんうんうん、でまあ一方、まあその分こう気楽というか、あまりこう、うん、ね、伝統に縛られないっていう面もあるんですけれども、うん、僕はあのイメージしてるのは、その楠木先生のなんか思い出すのは、お父さんがなんか本堂でドッジボールしてたみたいな。ああ、はい、やってました。ああいうなんかこうお寺の雰囲気っていうか、うん、そういうなんかこうお寺の面白さっていうか、うん、本当にあんま垣根の、 あの敷居の低いというか、うん、そういうお寺の良さっていうのがなんかどれぐらい僕ら共有できてるのかなみたいなことをちょっと思ったり、うん、そのお寺って何なんだろうっていうことはなんか改めてですね、うん、あの考えることがあるんですよね。どういう場所なんだろうなっていう、まあ、そんなこともなんか聞かせてもらえたらなと思ったりするんです。僕、ね、私の場合はね、先生おっしゃったように、あのお寺で生まれ育って、自分の子供の時の感じだったら、お寺の境内は
完全に遊ぶプレイグラウンドですよね。遊び場。で、近所の子供たちも、お寺に来て、そこで遊んで、で、まあ、雨の日とかは、体育館があるじゃないですけど、本堂で遊んだりしてましたよね。何も使ってないときは、うん。で、子供会、まあ、ダルマスクールですよね。ダルマスクールが、毎週土曜日の夜会ってたんですけど、まあ、1時間のプログラムでお参りがあって、まあ、お話があったり、紙芝居がちょっとあったりして、まあ、後半の30分ぐらいは、お寺の本堂で、さ、先生さっき言ったみたいにボールでなんか遊んだりとか、なんか、あの、お寺オリンピックみたいな感じで、なんかこう、座布団を投げたりとか、座布団の上にこう乗っていってジャンプしたりとか、うん、そういう場所でしたよね。だから、だから、お寺の総代さんとかは、そういうふうに子供がガチャ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 すると、畳も傷むし、やっぱり、費用がやっぱりかさむじゃないですか。はい。だから、ちょっとやめた方がいいんじゃないか、そういうするんだったら外でした方がいいんじゃないかっていうのを、言われたこと、父も言われたことあったらしいんですけど、父は、いや、これはお寺の勲章だって言って、子供がそこで、畳にダメージができたっていうのは、お寺にとっては、それはもう勲章のようなものです。だからそこを気にはしてなかったですね、私の父は。でもだいぶ変わりもんだと思いますよ。うん、はい。だから、父からすれば、多分そういうアクティビティとかゲームとか、そういうのを通して、まあ、優しさであったりとか、友達と仲良くする心とか、もうちょっと、受け入れる心とか、そういうのを養ってもらいたい。まあ、で、仏教の言葉で言ったら、多分、知恵とか慈悲というのを、そういうお話を聞くのも大事だけど、そういう遊びとかを通して、養って、知恵と慈悲を養っていってもらいたい。っていう思いがあった、強くあったと思います。うん、まあ、私も今お寺でも、比較的町の中のお寺ですし、はい。非常に、まあ、若者も子供も今は、出入りしているお寺なんですよね。うん、だから、非常にまあ、やりがいも感じるし、うん、健全だなっていうと変ですけども、思うんです。で、まあ、シアトルの場合でも、まあ、街ですし、そういうことは十分、うん、ご縁ができると思うんですけども、うん、日本のお寺で本当にこう若者が少ない、うん、お寺に若者や子供が参るっていうことが少ないじゃないですか。はい。で、まあ、それがなんかこうもう当たり前みたいになってきてて、うん、あんまりお寺っていうのは別にこう年を取らないとわからないんだみたいな、うん、そういうような意識がどことなくもうあるような気がするんですけども、うん、僕はそうじゃなくて実は若い人が全然楽しめる場で、うん、そういう人たちがいるお寺っていうのはそこからまたすごくいろんなエネルギーが生まれてくる、うん、だから日本のお寺ももっとどうにかして若い人たちにももっとお寺に参ってもらえるようなお寺を利用してでも何でもいいんですけど、うん、そういう雰囲気ができないかなっていうことを、まあ、最近、まあ、思うんですよね、うん、だから年を取らなきゃ仏教わからないとかそんなレベル話じゃないと思うんですよそうですね。いやだからまあで各お寺のロケーションも違うし住んでる人周りに住んでる人もいろいろ違うのでお寺によっていろんなプログラムが違うのは当然だと思うんですよね。それぞれができる。で、菅生先生と私も、なんていうかな、能力というか、できることがやっぱり、全然違うので、まあ、妻とも話してるんですけど、もう、先がどうのこうのっていうのは、あんまり、他がどうのとか、先がどうとか、考えすぎずに、
今なんか自分たちができることをやって、もうちょっとこう、素直にというか、やっていったらいいんじゃないかっていう話は最近、シアトルに来てから特に、するようになって、いや、ちょっと今はできないかもね、また何年後とか、もうちょっと経ってからとか言ってたら、どん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 もう時間が過ぎて、タイミングを逃してしまうので、できるときにできることをポンととりあえずやってみて、いいものは残るし、まあ、いらなくなったものはなくなっていくし、なんかまあ、それでいいのかなと思いながらやってますけど、はい。以前、セミナーの時に、小杉先生が、海峡っていうのは、木が育つようなイメージだっていう、はいはい。ね、おっしゃってて、まあ、そのことについても考えることがあるんですけども、まあ、一歩一歩積み重ねていくしかないようなところは、やっぱり、僕も感じるんですけれども、でも、そこの言いたかったことっていうのは、どういうことなのかなっていうことを、まあ、改めて思ったりしてるんですけどね。私の、考えは、そうですね。やっぱりメンバーシップを増やさなきゃいけない、増やさなきゃいけないっていうのがお寺にどんどん広げていかなきゃいけないっていうので、何か聞いてると、その辺を歩いてる人がお寺に来てすぐメンバーになってくださいみたいな感じのイメージであったりとか、まあ、例えばアメリカだったら全然お寺と今までご縁のなかった白人の人たちとかがお寺に来てメンバーになるっていう、そういうところをなんかちょっとターゲットに、全く違うところをターゲットにしているように聞こえることがあって、アウトリーチに関してですね。だけど僕はそれはまあ時にはあるかもしれないけれども、ちょっと現実的ではないんじゃないかなと思ってるんですね。で、シアトル別院なんかもちょっと前まで何十年、20、30年前までは1000人ぐらいのメンバーシップがいたと。だけど今は350ぐらいまで減っていってる。で、じゃあ700人ぐらい減ってるわけですよね。だからそのなんで減ったのか、なんでその人たちが来なくなったのかっていうところを変えずに、人だけをボン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 外から増やして入れてきても、同じことがまた起こるだけで、何にも、改善されないんじゃないかなっていう考えがあって、そう考えたら、まず、お寺に来てよかったな、と思ってもらいたい。ここにもうちょっとずっといたいな、メンバーでずっといたいな、と思って、得る環境づくりというか、お寺づくりっていうのが大事だなと思って、そういう意味で、なんかこう、幹が少しずつ大きくなっていく。うん、今のメンバーの方たちが、ああ、ここにいるのは楽しいな、いいな、思えたら、その、親戚とか、家族とか、少しずつこう、お寺にも来ていただけるようになって、友達に広がっていって、という、なんか内側から大きくなっていくお寺の未来図というか、はい、そういうのを描いてるっていう感じですかね。伝わりました？ いいですね。いやもうすごく伝わりましたよ。僕もそういう思いですね。内からやっぱりこうにじみ出てくっていうか、エネルギーがこう、もちろん外に働きかけていくこととそれは別事じゃないんですけども、でもやっぱり自分たちが中から変わっていけなかったら、本当のお寺の魅力は出てこないと思いますね。で、今思い出したのは20年前に私その南米開局に赴任した時に、はい、総長として僕を迎えてくださったのは中西俊政総長だったんですよね。はい、ハワイの総長を務められた。で、彼がまあ南米の総長だ当時だったんですけども、当時サンパウロの別院って本当にもう葬式法事以外何もないようなところだったんですよ。あ、はいはいはい。それでまあ彼も非常にショックを受けてですね、うん、これではいけないと、どうにかしないといけないっていう多分あったと思うんですけども、うん、いろんな話をする中で、やっぱり来てもらって
よかったなと思えるようなね、そのお寺っていいなって、うん、そういう気持ちを持ってもらえないとダメだよって、そういうのがないと始まらんよみたいなことをおっしゃってた。うん、やっぱり僕もそうは思いますね。お寺っていいなって、うん、そういうようなこうなんかこう経験をしてもらえなかったらですね、やれ、会員になってくれとか言ってもですね、うん、始まらないなと思ってるんですよね。ですからどうやってこの場でお寺という場所の面白さや素晴らしさをこう体感してもらえるだろうかって、そういうご縁が作れるか、うん、それがまず僕の仕事で、うん、そっからはあとはもう自然とこうついてくるっていうか、うん、いつの間にもここから出れなくなってるみたいな、そういうような、うん、組織っていうんですかね、うん、が、まあ、育っていくことを今試みてるんですよね。うん、から本当にここにお寺って宝みたいな場所ですよね、うん、その価値っていうかその素晴らしさを分かってもらうっていうかこう感じてもらうっていうかね、うん、やっぱりこの私たちの一つのやり方っていうかこうとしてあると、うん、いやだからそうですね、だから、まあ、僕の中ではそれが自身共認心かなと思って、まずいるメンバーの人たちが、ああいいな、楽しいな、意味があるなと思ってくれれば、例えばどっかレストランに行ってそこのご飯が美味しいな、なんか食べたのが料理が美味しいなと思ったら黙っといても他の人に言うじゃないですか、あそこの今度行ってみてよ、あそこ美味しかったよって言って、私も今度また行ってみるみたいな、なんかそういう感じにやっぱりそういうふうに広がっていったらいいなっていう感じですね。うん。うん。まあ、あと心がけてるのはあんまり変えない。うん、気づいたら変わってたっていう方がいいなと思って。うん、あまり変えようすると、急激に変えると、最初のちょこっとの時はいいかもしれないけど、だん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 やっぱりこう、苦しくなってくると思うんですよね。急激に変わりすぎる。でもお寺って人にやっぱり長くいてもらって、長く来ていただきたい場所なので、なんかこう、楽に、カンフタボーな感じでこう、来ていただきたいな。そのためにはやっぱりあんまりこう急激に何でもこうバン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 変わりすぎるのはあんまり良くないのかな。だからメンバーの方々が前を振り返って気づいたら、あ、そういえばこの辺変わったねって、なんかちょっと変わったね、そういえばっていうぐらいの変わり方がいいなと思ってます。いや、わかりますね、おっしゃってることは。うん、でも一方でなんか私にとってやっぱりコロナはすごく大きな変わり目だったんで、うん、逆にこうコロナを経てですね、変わることにそのためらわなくなったっていうと変ですけど、はいはい、もうむしろ楽しく変わっていくことに堂々とこう切り替えていけたっていう面もあるんですね。うん、そうですね。コロナの間って人が来れないから一人でずっとお参りしてたんですよ。うん、そうですね。そうするとですね、あんま楽しくないじゃないですか。楽しくない。で、何も起きないんですよ、一人でお参りしてても。そうですね。で、うん、やっぱりね、今は少しお参りの人が来られだして一緒に、うん、そしたら一緒にお勤めもするし法話もするしね、うんうん、やっぱりね全然違うんですよね。そうですね。だから楽しくやれるようにこう切り替えて、あまり今までの形にはとらわれなくなったっていう面もあるんですけどね。いやいや、それはありますね。だからもうずっと考えてます。どうしたらいいかなっていう。気づかれないように変えるにはどうしたらいいかな。そうですね。自然と変わっていってるっていうね。自然と変わっていってるにはどうしたらいいかな。ね、あれあれ、いつの間にかこんなになってたっていうね。そうですね。それがなんか受け入れやすい形でなっているのが理想かなっていう感じですね。だからまあ、
楽しいですよ、いつも、本当にね、僕もあのモットーにしてるっていうと変ですけど、なんかの際に昔言われたんですね、開教師が楽しい顔してなかったら誰もついてこないよって、この通りだなと思ってて、一生懸命こっちがやっててもなんか苦しそうだったら、なんか人は離れてくるし、僕も楽しそうにやってたらなんか行きたくなりますもんね、だからそれが大事にしてることですね、楽しく仕事するのは、まあ自分が楽しまないとね人は楽しめないですなかなかね、まあさてどうでしょう、長い間どうでしょうかありがとうございました、本当にいろいろ、まあ、お盆の話からいろんなところに話が行きましたけれども、あの本当に今日はいろいろ貴重なお話ができたと思います。菅尾先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。合唱礼拝で終わりにしたいと思います。ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモ。